Era chido. Se deja yo janewa, ería no, coto de harto. Mazu, ería ga, kuru, to, Cristo ga, itemas. Sude ni, ería ga, takorareta, no ni, stobito ga. Kono ería no, fukyo, ería no kotoba ni, mimio, katamuke nakata, ería o junkyo sta. Sono ería ga ni, dai, kyo no misa no dai chino rodoku, ni wa shira sho kara, trovete iru, sono dai chino rodoku ni wa, 非常に大切な務めが明らかされます。この第一の朗読はね、エリアよ、あなたはその驚くべき技のゆえに、どれほど褒め称えられたことが、ことだろうか。あなたと等しく誇り得るものがあろうか。あなたは火の旋風に包まれ、火の馬の引く車に 乗せられた天にあげられた。だから、エリアが永遠の命の命でもあります。彼が火を通らなかった。彼が直接に天国に入ります。イスラエルの伝統によると、そしてイスラエルの教えによると、この聖書に基づいて、メシアの前に、メシアの先にエリアがまだ戻るということを言っています。で、続きます。あなたは書き記されている通り、 定められた時に備えるもの。神の怒りが激しくなる前に、これを沈め、父の心を子に向けさせ。父の心を子に向けさせ。だからその災い、その火、その怒りの火、その嫉妬の火が来る前に、それをちょっと止めるためには、痛みを、その火をから守るためには、彼が来て、 父の心を子に向けさせ。ヤコブ、諸部族を立て直すもの。あなたを見るもの、また愛のうちに眠りについたものは幸いである。あなたを見るもの、その愛の中に眠りにつくものは幸い。あなたと私のことです。どうして、その古い人が死ぬ前に今日もエリアを見ることができます。そのエリアは洗礼者ヨハネ、つまりあなたを 導く教会、その被災たち、その牧者たち、その家庭たち、そして私たちのために洗礼者ヨハネは主人にもなる。あるいは奥さんも、その洗礼者ヨハネの役目を果たす。あるいは友達、あるいは兄弟、恋人、両親、私たちに真理を語る。私たちをいろんな形で改心に入るように招く人、それは洗礼者ヨハネ。その目的は何ですか？基本的に父の心を子に向けさせ。 その和睦。どういう父、どういう子、悪魔が、どういう子を惑わしたのか、アダンとイブ。あなたと私、御父に対して、抵抗するように私たちに囁きをした。私を惑わせた。私に嘘をつけた。語った。昨日も、相手は変わらない。絶対に相手が変わらない。だから裁く。だから仕方がない。だから相手は悪いと思ってしまうんです。教会は、 私たちに近づく、今日、教会、あなたの家、私の家、その中に父と子らは和睦することができます。エリア、つまり洗礼者ヨハネとの復帰を通して和睦ができるようになる。だから私たちが、この太鼓説の間に何回も見てたでしょう。まず、改心する。つまり自分の罪を認める。自分の弱さを認める。自分が父と切ったということを認める。 それは洗礼者ヨハネの言葉、教会の厳しい、そうそう、厳しい真理の言葉のおかげで、私たちがそれを、認めることができます。なぜかというと、毎日毎日毎日。教会が私たちに、福音、聖書の言葉を述べてくださる。で、その言葉の光が私たちを悟り、照らし、あ、やっぱり、相手は相手ですけど、相手は、 いくら罪人であっても私は相手よりもずっと悪い罪人であるということを聖母マリアの家だけに認めることができます。なぜかというと、洗礼者ヨハネ、つまり、カテキスタとか、布教する人たち、私たちに真理を語ってくださる、その方々が聖母マリアの御手に私たちを導く。 その洗礼者ヨハネは私たちに真理を語る
tota ni tsumito de aru anata to watashi no tame ni itsukushimi no tainai ga aru to yokoto mo oshite kudasaru shimeste kudasaru toko kyokai no ne no omido ni ikeba ikonostasis というところがあります。いろんなアイコンね、ありますでしょ。その祭壇の前の壁。で、その真ん中にドアがあります。司祭、ポープが、そちらを通るね。で、信徒たちが、その、最も聖なるところ、祭壇のところに行けない、ミサの間にね。で、最も聖なるところと、集会、信徒の、が集うところと、つながる門は、聖なる門と呼ばれています。あの、王的な、王の門と呼ばれています。で、その右と左側、すぐ、一番大切な聖書の人物が書かれています。一人は聖母マリア、一人は洗礼者ヨハネ。両方とも、その門を示す、そのイコンの中でね。でも、見たときに、一つのことすぐわかる。もちろん、聖母マリアと洗礼者ヨハネが、その門、つまり、その門の後ろに行われる神秘、パンとブドウ酒はキリストの体と血に変化されるということ。それを示す私たちの救いの神秘。けど、よく見ると、洗礼者ヨハネは聖母マリアを示す。聖母マリアは洗礼者ヨハネを示す。ということもあります。すべての聖書のことは洗礼者ヨハネまで来ます。あの、旧約聖書は彼に届くすべての予言、すべての出来事、すべての歴史は彼にまとめられて、そして彼がその門をキリストが来られるということを私たちに示す。でも、キリストが来られるということを準備するために、キリストの来臨を今日、準備するために改心が必要。つまり、キリストが私のために来られるということを分からないと、キリストが来なくてもいいという感じですよ。あるいは聞いても、エリアの務め、キリストが私を本父と向けさせ、和睦させ、果たされるために、実現されるために、聖霊者ヨハネはキリストの前に来おきます。復帰を匂いてきます。いろんな出来事においてきます。私たちの兄弟、そばにいる、私たちに真理を語る、多分、あんまり上手に語らない、あんまり親切に語らないけど語る。でも、聖母マリアも、私たちの家である、聖母マリアの家も、私たちのために整えられています。だから、洗礼者ヨハネは、聖母マリアのご体内まで、私たちを導く。聖母マリアは、毎日私たちが、洗礼者ヨハネの声に耳を傾けて、感心するように、導いてくださる。それは、太古説の、最も、中心なことです。中心的なこと。大切なことです。でも、太古説だけではなく、毎日のことです。信者の毎日の弓は、これです。聖母マリアの家、つまり、共同体の兄弟と共に、聖母マリアと共に、洗礼者ヨハネの言葉に従って、責任者たち、私たちの信仰の先生、先に生まれた、先に経験した、そのカテキスタなどの言葉に耳を傾けて従順を守りながら、キリストに出会うことができます。キリストを迎えることができます。洗礼者ヨハネは殉教者でした。聖母マリアは霊的な殉教者。両方とも本当の殉教を予言して、その本当の殉教、キリストの殉教、私たちを救う、唯一な殉教、キリストの殉教に参加して、私たちを、その殉教、その血、私たちのために流された血まで、私たちを導く。これは毎日のこと。毎時、毎なんか、いつも、私たちをそこまで導く。御父と和睦するため。そして、私たちが御父と和睦すると、私たちが、ほとんど息子と同じような経験をすると、相手との関係は同じものとなる。同じ和睦の、なるです。なるのです。お父と和睦したら、奥さんとも和睦する。主人と、子供たちと、両親と、兄弟と、その人と、隣の人と、隣人と、定義とさえ、和睦することができます。クリスマス、この、イエス・キリストのご誕生は、これです。和睦。そのちっちゃな馬小屋では、私たちが解放されます。このちっちゃな子が、私たちのために命を懸け、私たちはこのちっちゃな子を拝んで迎えるならば、お父と和睦して、兄弟とも和睦する。